わんこそば始めます。お願いします。どんどんいきますよ。一杯多すぎじゃない？普通一口じゃない？それじゃあ何回もおかわりしなきゃダメじゃん。バカだな。何回もおかわりするのが醍醐味だろ。だけどうちの最高おかわり回数は16杯。少な、100杯超えたりするのがわんこそばでしょ。そんな回数ついだら腕疲れちゃうじゃん。そんな量持ってる腕も疲れるだろう。いいから食えよ。こんなん普通の人なら一杯でお腹いっぱいだよ。しかも味ついてないな。おかわりめんどくせえな。態度悪いな。もうお腹いっぱいになってきたな。もっと頑張れよ。まだいっぱいあるから。とんでもない量になってる。文句言ってないで早く食え。もう継がなくていいから。そんなこと言わずに。普通なくなってから継ぐから。こんな山盛りにならんから。まだまだ行くぞ。どんだけ持ってきてんだよ。なんでこうなるの。チャンネル登録よろしくお願いします。